言いました。これ変態でしょうね。これやばいっすよ今日は。はい、よろしくお願いします。ということで、あの歌詞バンドの回、公開咀嚼録音会、軽歌詞軽歌詞音楽研究会セッション1、始まりました。パーソナリティは浅井くんと、斉藤がやってきます。そして金馬さんと、新州さんも今回来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お、今日はもうとにかく食って食って噛んで噛んで鳴らして鳴らしてやっていきましょう。イエーイ、はい、ということでイエーイ。あ、なんか簡単に、じゃ あ、 あの最初ちょっとおまじないさせていただいてね、おまじないの RTA を今回も簡単にやらせていただければと思います。イエイイエイという感じで、はい、ということで今日の咀嚼者たちはこんな感じで、はい、プロフィールがここに映っているので、あの YouTube であのまた止めてね、気になる人は見てみてください。はい、じゃ あ、 あの今回もあのメルトって何ですかっていうところを簡単にだけ説明させていただくと、All things will be a materials というのをキーワードにしてですね、なんかいろんな物理現象とかそういったものをあの、まあ、インスピレーションの元となっているようなものからですね、あのものづくりをしていくっていうところの、この体系化みたいなところを目指してやっているような一般団体なんですけれども、そういった、音であったりとか形のないものからどうやってそれを素材としてものづくりしていくかっていうところを探求しているような団体でございます。はい、で、メルトに参加してほしい人は、今これを見ているあなたですので、ようこそメルトへということになります、はい。ということで、メルトはまだ誰も見えていないものをプロトタイピングというような扉を作り出すことで、創造性を発揮できる世の中を目指す活動を行っております。で、今回はですね、クロスプロジェクトというところで、まあ、ちょっとここにないんですけれども、春日井聖華さんと一緒に、あと、まあ、金子先生と一緒にですね、咀嚼音をいろいろ録音してミックスして、まず遊んでみようというのを今回はやってみようというような回になっておりますね。はい。という、すごい、ちょっと簡略化した、おまじないでございまして、じゃあ今日はとにかく食って食って、噛んで噛んで鳴らしてみるよということで、いろいろなところをレコーディングして遊んでみようというのが今回の趣旨でございます。イエーイ。はい。ということで、あんまり僕、コロコロチキチキペッパーズで、あんまりちゃんと話に追いつけてないんですけれども、今回は、咀嚼して、レコーディングしていくって合ってるで、合ってますか？合ってます、合ってます。そうそう。キックオフをやったんですよ。コロコロチキチキペッパーズになってる間。この3人で、浅井と、金馬さんと、新庄さんで、キックオフをさせていただいて、いろいろね、この、左の、ページの方見てもらったら分かると思うけど、いろいろやったんですよ。いろいろね、討論した結果なんですけど、はい、そうそう、こういうのがあってね、どうやってこう、お菓子バンドって何していくんだろうかみたいなことをやってきて、いろいろ方法とかあるけど、とりあえずなんか面白そうな、誰でも遊べるし、みんなで食べれるっていいよねっていう話になって、どうやって遊んだらいいかみたいな話で、わーっといろいろやっていったんですが、タブーなことの中にはまだまだ面白いことがたくさんあるんじゃないのかっていう、ちょっとあってですね。ASMR とかって一般的には結構お行儀悪い系じゃないですか。けど、意外と気持ちよく聞こえたりとか面白い話があったりして、結構そういうお行儀悪いことは素材としての可能性決めてるねって話で、今日はもうとにかくピチャ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 やって、で、それでちょっと一発、トラック作ってみっかというところでやっていきたいなと思います。で、よいしょ。でね、あれやんないと。ちょっと待って、音声の共有もしておこう。よいしょ。音声の共有をしてる。はい。よいしょ。で、今回はですね、この、金馬先生を教えてくれたこのサウンドトラップってやつを使っていってですね、どんどんカリポリしていこうかなというふうに思います。うん、で、これ、一応、今、自分の方で作ったプロジェクトになるんで、ここに、皆さんアクセスしてもらえればな、というふうに思います。これ、金馬さん入ってますかね、もう。ちょっと待ってね。よし。新庄さん入れました？僕、ちょっとエッジで入れなかったかもしれないんで、Google Meet に切り替えて、Google Chrome か。Chrome に切り替えて。はい。
今なんか申請みたいなのを多分投げてるところかなと思う。お、前ですか。うん。こっちはまだでないけど、例えばじゃあなんかメールかなんか投げましょうか。お願いします。メールアドレス何でしたっけ？チャットに入れてもらっていいですか？だけでもいけんじゃない？ね、多分リンクでいけると思うんですけど、まあ、Chrome に切り替えたら多分いけると思うけど。ここからいけるのか。うん。ここからいけるのか。いけそうですか？エッジだと入れるけど、さっき、うん、サウンドの方には入れなかったんですよね。あ、マジですか？うん。ああ、そうか。ミロの方には入れたけど、あれってことっすね。うん。ちょっともう一回貼り直します。おい。はい。じゃあ進めちゃいましょう。おい。じゃあ、入れた人からですね、どんどん咀嚼していっていただければいいかなと思うんですけど、今回いいのは、まあ、皆さんマイクとイヤホン別個で使ってるんで、これオンラインでやる、良さが今生きてるなっていうのがあって、ここにこの、アドニュートラックっていうのを押していただいて、ボーカル&マイクロフォンってあるんで、これを押すと、自分のマイクがインプットされるようになる。で、このスタートレコーディングっていうのを入れると、まあ、この録音が始まって、この咀嚼っすよね、こういう音。こういう音が録音されると。で、これが、このトラックの中に入ってくるんで、まあ、ダーッとこの中にどん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 記録していって、どれが、どういう感じでいい音になるかっていうのを、一個結構検証していけばいいんじゃないかと思ってるんで、おのおの皆さんね、やっていければいいかなっていうふうに思います。これ、名前とか変えれんのかな？このプロジェクトの URL って共有してもらってたっけ？すみません。ちょっと。ね、して、ごめんなさい。ミロのあそこに入れてます。ここ。あ、これ。これですね。これで多分、プロジェクト入れるはず。リネームできるわ。これは。なんか自分のところに入っ、自分のプロジェクトに飛んじゃうな。あ、マジですか。なんでだろう。もう一回リンク飛ばしてみよう。うんうん、じゃあ、チャットの方に貼ります。ほい。ほい。これでいかないですか？あ、来た。お、あ、あ、来た来た来た。新庄さん来ましたね。来ました。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ、これ、ちょっとじゃあ、軽く、触ってみましょうか。ここの、アドニュートラックっていう部分があると思うんですけど、これを押してもらったら、メニューが出てくるんですね。で、このメニューの一番左のボイス&マイクロフォンズっていうのを左、これを押してもらって、うんうん、するとここに、こういうスタートレコーディングっていうのが出てくるんで、このボタンをプシッと押して、で、カウントダウンが始まるんですね。3、2、1みたいな感じで。うんうん、で、始まったら、まあ、それに合わせて、適当に、ちょっとリズム感よくやっていただくと、できると。で、これで録音、まあ、一回試しにやってみますね。で、これで、あなたはヘッドホン使ってますかって聞かれるので、はい、使ってます。答える。あ、みたいな感じ。やばいな。ちょっと俺が入れない状、入れない状態が続いてます。なんで私が入れいないのか。なんでだろう、ちょっと待って。あ、ま、確かに来てないな、まだ。なんでだ。なんでだろう。プロジェクト持っちゃってんの、別アカウントにしたらいいのかな。あ、メール飛ばせばいいのかな。メール、カメボコさんのメールで飛ばしたらいい。
なんででしょう。新庄さん、わかりました今の。わかりました。はい。ちょっとやってみよう。はい。で、この、なんかやったら。なんかね、別のアカウントで、メアドで入れたっぽいな。あ、来た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 。あ、来ましたよ。よっしゃー。イエーイ。じゃあ行きましょうか。これは。うん。で、アドニュートラック。トラックで、ボイスでしょ。そうそうそう。で、今あれか、インプットがループバックにしといて、いけてるね。OK で、スタートレコーディングでいけるから、まずあの僕は今日のマイクのセットアップとしては、うん、あの今喋ってるこの声としてのゼンハイザー の、 あのマイク一つと、あとは、ちょっと演芸感、園芸の音をみんなに聞かせてみたいと思いますんで、うん、ちょっと園芸、まあこれイントマイクっていうここについてるここの音を拾う、うん、ピエゾピックアップみたいなやつなんだけど、うん、これを使ってですね、あの園芸をうまく音として出せるようにちょっと一回聞いてもらおうと思います。ちょっとマイク切り替えます。どうぞ一回聞いてもらっていいと思います。ライブ感すごいわすごいすげえ。演芸した？なんか演芸した。なんかしました。やばいね。生々しすぎて。生々しいし、なんかアタック音強いっすね。なんか普通に。あ、結構あのちょっと意識しましたね。飲むとき。なんか気になるけど、なんかこう硬い音がするんですよね。結構なんか。ああ、意外とそうかも。なんか聞いてみたときも、ね。そうそう、返しの多分。聞いてるとなんとなくわかるかもしれないですけど、なんか結構ね、固めの音す、た骨が動い、骨はやっぱ伝わるからなんですかね。ああ、それも。演芸するときに。なので、ちょっとマイク、まあ、あの切り替えながらやっていこうと思います、うん、僕。OK です、OK です。じゃあ、おのおの、じゃあ、今回ね、あの、特に喋ることも特にないんで、あの、やっていただいてっていう感じになります。で、ここにあのここ の、 あの自分のトラック入れたら、うん、ここに、はい、あの3点マークがあるんで、これを押したらリネームっていうのがあるんで、うん、リネームを押すと名前変えれるので、これチャイナマーブルでやったのでチャイナマーブルにして、で、あの、まあ、でやった人の名前入れといた方がいいかな、アサイとかに。でこうやって、で多分ここのアップデートするとここにシンクボタンがあるんで、このシンクボタンを押してあげるとみんなに多分共有されるようになる感じです。いいね、ライブ感あるね。なるほどね。っていう感じでやっていきましょう。はい。じゃあ、まあ、ちょっとじゃあ僕はお菓子の紹介とかしていきます。あ、見えねえ。何も見えねえ。あ、コンペと、あの、今回、あの、春日井製菓さんからの大量のお菓子を、ね、ご共有いただいてですね。サポーテッドバイ。サポーテッドバイ。すごいって感じなんですけど。あの、コンペイトね、コンペイトあります。これ、うん、これはあの僕大好き。チャイナマーブ。これも最高。チャイナマーブ。あ、これね。はい。チャイナマーブ、ね。一つの作りに2回使ったからやつね。これあの、なんか何をちまよったか、ショコラコンペイトっていう、コンペイトって、これ、味が違うから今回で言うとこの何なんだっていうやつですね。で、これベリービーンズね。ベリービーンズ。ベリービーンズなんかシャリシャリとかいい音なんですよ。うん、あ、めちゃくちゃになるかもしれないですね。ああ、でもなんかこう前半後半で音が変わるから、そうそう、ジェリーミンズは結構ね、楽しい、うん。はい。グリーン豆。グリーン豆ね。来た。しかもこれ豚麺コラボですね、これ。コラボも入れちゃいました。ありがとうございます。あ、う、め、ん、ちゃんシリーズ続きまして、うん、コーヒー飴ね。あ、コーヒー飴。あ、コーヒー飴。はい。で、まあなんか、いろいろあります。グリーン豆、まだある。グリーン豆の、これ結局味が違うから何なんだって言うんですけど、このわさび味はやっぱツンとするから、噛み方に変わりも出てくるんじゃないのかっていう、そんな期待感もある。グリーン豆。黒糖コンペイトありますね。
早速なんか、ちょっと入ってる。はい、あと、ラッタセアね。っていう感じの、まあ、多分皆さん違うかもしれないですけど、だいたい同じやつを、はい、入れました。ありがとうございます。っていう感じのラインナップでございますので、ありがとうございます。はい。どんどん、ちょっとどんどん食って食って、噛んで噛んで鳴らしてみましょう。ケンちゃんさ、なんかこう聞きながら、なんか適当になんか、あの、ドラムとか、なんかその辺適当になんか入れて。適当にね。適当に。適当に、はいはい、何でもいいから、ループで選んで適当に入れたら楽しいって入れてる。いや今日のね、目標はなんとなく、音楽、ループよく作れるといいなって感じで思ってるんで、ちょっといろんな種類でやっていいですね。とりあえずコレクトしていこうか、いろんな音源を。うん、そうですね、どんどん食べましょう。で、近本さんもね、入ってもらってるんですけど、近本さんも全然、入ってもらって大丈夫なんで、ゴリゴリやっちゃってください。全然春日さんのお菓子じゃなくても、今回全然大丈夫なんで、うん、まあ、なんならお菓子じゃなくてもいいかもしれないんで、とりあえず咀嚼できるもんなら、なんでもいいんで、とりあえず。ブレイコですよ、ブレイコ。そう、ブレイコ。まあ、まずやってみようの回なんでね、行ってみよう。でね、ここで大問題なんですけど、僕、チャイナマーブル、一番初めに食べちゃったんで、全然、口の中なくならない。マジでなくならないんやけど。進まないんやけど、マジで。やばい。時間がなくなる。あ、でも最後のカリをちょっと入れたいな。ちょっとそれまで頑張って僕舐めときます。うん。うん、あ、在宅勤務でラジオモードなんですね、近本さんは。なるほど。これ結構あれだね。うん。入ってきちゃうね。本当ですか？ノイズが。ああ、なるほどね。あ、留飲の方は確かに入りそうだ。あれじゃないですか、ズーム関係ない。これ喋り声もフィードバックされるからめっちゃ喋りにくいな。あ、マジですか。あ、そう。で、喋り声フィードバックされるときは、ここの R テスト、消せるんで、フィードバックを。これをオフにすると返しがなくなります。OK でーす。はい。今一個取ってみた。これ、このトラックの作り方、革命的じゃない？聞いたことないね。喋り合ってっていうか、咀嚼し合ってだからね。ね。何も言ってないから。F とかなんとか全然知らないって感じ。うん、噛めばいい。噛めばいい。それだ。楽しいよね。面白いな。全然エビピーナを食べてるっていうイメージが全くない感じ。音出すことに真剣すぎる。もうめっちゃ増えてってる。楽しいな。お、ジェリービーンズある。ちょっとジェリービーンズ聞いてみよう。若干やっぱノイズが乗っちゃうな、咽頭マイクの方は。ジェリービーンズこんな音。ちょっとあれじゃないですか、リズムキープ力めっちゃ強くないですか？めっちゃリズムキープ力高いですね。咀嚼のオンビートって初めて聞いたけど、なんかこれだけ聞いてても、よく噛みましょうって気持ちになってくるね。確かに。いや、でも、ていうかね、やっぱこれ、センスあるよ、やっぱり。センスあるかな。センスあるよ、やっぱり。なんか、
なんかね、イカティーな感じの時にね、結構不規則になっちゃってね、こう、こんなに正しくくちゃくちゃできる人、なかなかいないんじゃないのこれ。オンビートでね、くちゃくちゃしてる。これちょっといろいろ混ぜてみようか。これじゃあ、イカ、エピピーナを混ぜて。おっ。おっ。あ、これはなんか、曲としての可能性感じるね、確かに。感じるでしょ。で、ここにチャイナマーブル足すんすよ。そうするとね。チャイナマーブル、ちょっとチャイナマーブルのコロコロ感があるね。コロコロ感が若干アンビエント買ってますね。そうなんすよ。うん。で、ちょっとメロディー入れると。これ、なんだ、マジで。たまらんな。これ、結構、やばくないですか？これ、ちょっと意外でした。あの、成立してますね。ギリギリ。うん、そう。なんか、アンビエントとかで、なんか、まとめちゃうと、結構いけちゃうなっていうのが。いけちゃうね。だから、結構演奏会普通にできそうだなっていう。シンセパッドプラス咀嚼音だけで、うん、オールナイトいけるもんね、多分。いけちゃういけちゃう。多分オールナイトいける。もうみんな顎が疲れたっつって退場していくっていう。あの、踊り疲れるのか。もうちょっと顎ダメだわ。たまらんな。ベリービーンズの可能性をやっぱりね、進めたいな。ジェリービーンズ、ちょっとあの奥歯で行っちゃってたんで、うん、前歯で行きますね。オッケーです、オッケーです。すごい。めちゃくちゃいっぱいある。トラップもある。トラップもあるやん、これ。ある。トラップもある。なるほど。いいね。俺やっぱあ今あのちょっと発見したのが、うん、自分の音だけ聞きたい場合は、うん、あの、うん、ヘッドホンのアイコンあるでしょ、トラックの。はい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 、はい。そうするとソロになるので、それ以外は全部自動的にミュートされるっぽい。なるほど、うん、便利。これ使ってもらったら、うん、いいかも。これ確かに。これやったらイカピーナ3粒。イカピーナ1粒と3粒でアタック違う。いいね、もそもそしてるな。ちょっと前歯でいこうかな。確かに、複数食いしないとな、ちょっと。あ、複数食いしよう。イカエビピーナ複数食いしよう。ニュートラック。あ、今だ、これ、いけんじゃん。どうです。見ました。何やったっけ、チャイナマーブル。ブラッシュチャイナマーブル。ブラッシュチャイナ。ベリービーンズ。ジェリービーンズもう一回行こう。
結構くたら系やな、デリビー。あ、ここでリバーブの調整とかできる。ここでエフェクト調整できるぞ。さらなる発見がありました。このレコーディングするときのこの上のところに、リバーブとか、ボリュームエフェクトとか、普通にエフェクトかけれますね、ここで。あ、なんと。ここでかけれそう。イコライザーもあるし、アドエフェクト、ああ、すごい。いっぱいあるわ。フェーザーとかある。マジ。綺麗やるよ。フェーザー入れようかな。フェーザー入れようかな。疲れるわ、これ。これ大変な。この音の音。無音なんですけど。なんか、エコーかかってるだけで、面白いこと言ってる感じになる。決めてる感じのね。これゼリービーンズむずいっすね。音鳴らないわ。ゼリービーンズむずいっすね。ちょっと。むずい。うん。いや、僕もね、再現しようと思ったら全然ならなくて、あ、さっきどんな食い方したかねっていう感じなんですよね。うん、もうならない。ゼリービーンズはもうならない。もうならない。え、普通にかじってみたら、持って前歯とかで。ああ。意外とならないんですよね、前歯でかじったやつが。うん、ちょっとグリーン豆に俺は逃げますけど。いいな、いいな、ちょっとゼリービーンズの呪縛から離れられない。ゼリービーンズのね、この甘みの海がやばい、ね。やばいよ。ちょっともう嫌、うん、だもん、これ。塩を入れないとバランスが取れへん。うん、塩入れていきましょう。グリーン豆なる。なるね。なりますね。これいいんじゃない？あ、唾液が。なったかな？やめやな。ちょっとゼリーピンズ無理かも。コツコツグリーン豆の家族やってくる人いっぱいいるな、これ。これ誰？誰だこれ？これは新庄さん。新庄さんもう数に取り憑かれてますね、今。数ね、多いとね、やっぱ一気に歯に当たるんですよね。なるほど。そう。だから、音が大きくなる。じゃあちょっと聞いてみましょう。あれ？シーヤさん、ちょっともうちょいマイクの量上げてもいいと。ここの、うん。あ、でもボリュームマックスになってる？なってるね。うん、そこでボリュームが選べるの？そうですね。ここでインプットのボリュームの大きさが選べると思います。あ、もっといけるわ。いけます？あ？これで多分やった方が多分よりいけるはず。これです。あれ。めっちゃ溜まってきたな。ポンペイと言ってねえな、誰も。ポンペイと行こう。
ベビースターとかなんかすげえいい音なりそう。なりそう。ね。また、ほら、コンセント。まあ、で、歯に詰まるゼリービーンズ。これはコンペートいいかも。ちょっと渾身のグリーン豆アップしますわ。お、マジですか。お、やば、うん、ならば。差がいるな、これ。あ、来た来た来た。渾身のグリーン豆。早髪？これそれ僕ですね、多分。どれだ？めっちゃ来る。あ、ちょっと待って。これアップデートってどこだっけ？右上のところのチャットみたいなとこですね。コラボレート。めっちゃ来てるけど。お便りが。お便りいっぱい来てますね。増えすぎてて増えすぎててやばいな。これ早髪聞いてみよう。あ、なんか草原の中をかけてる感じしますね。確かに。そうするとその匂いを感じます、これは。え ?7 粒早く噛みやがらね。すごいよ。これは？これは普通の、あれか。ああ、単独とちょっと違うんやな。やっぱりなんかこう、もそもそ感がちょっと違う。あ、これか。これ金箱さんのやつね。グリーン豆金箱ってなんか、芸名っぽいし。あ、なんか、映画っぽいね。なんか。映画っぽいね。映画っぽいね、なんか。これ映画本なんだろう。フォーリーアーティストに近いのかもね、やってること自体は。あの、効果音作るね、技師さんいると思うんだけど。うんうんうん。あれに近い感覚がちょっとあるか。あるね。すげえな。ちょっと僕は一小節のループで回してるので、ループがオンビートな感じはあると思うんですけど。はい。ちょっと、グリーン豆と、薄ピーでいかに違うかっていう話やった。気になるか。いってえな。いる、いる。あ、なんかすごい。あ、こんな金属みたい。なんか、金属っぽい音がする。これ発見だな。グリーンマン何？これね、コンペイト。コンペイトを歯の裏に当てて鳴らしてる。はいはい。ああ。普通に歯の裏でやって、やるだけじゃなくて、こう、若干こう前歯の裏にこう当てていく感じ。多分硬いものと硬いものだから、筋肉だろうね、うん。ちょっと音質変えれる。ああ。
高い音系はなんかアンビエント向きっすね。なんかとりあえず雰囲気を作りに行ける感じがする。ここになんかこう、メロディー的要素な。お茶？なんかお茶ありますね。入れました。お茶も入れましょう。なんか、すごいな、なんか。ああ、なんかこれでこう、物語作れそうね。マジ。おっと、ベビースターあるぞ。ベビースターあるぞ。誰だ、ベビースターや。ベビースター入れちゃった。一番やらなさそうな人が入れてきたな。ぶっ込んできた。ああ。うん、やっぱいい音や、うん。思ったよりでも、もさもさしてる感じですね。ね、うん、確かに。コンペと行きたいな、コンペと。うん。ちょっとじゃあリミックスしてみる。リミックス。リミックスタイプ。てかまあせっかくやから聞いてみますか、全部ね。4。とりあえず一旦全部前に寄せて。これで一応全部で揃ってんのかな？ここのマイク2つはいらないんだね。これでいいと。この、でいいと。OK。こんな感じか。あ、音程とコロコロもあるな。音程とコロコロ来ました。このシンクも常になんかオートでシンクしてくれりゃいいんですけどね。ね。わざわざね。コンペと。完全ミュートしといて。コンペといきます。ひそやかやな。これはスロートマイク。コインマイク。これ、こうやってやりました、僕は。ああ、なるほど、なるほど、うん。マイクの感度はやっぱ高い方が良さそうですね。うん。そうですね。新しくないとか。え？グリーン豆。ああ。あ、でも、グリーン豆は、あれっすね。よく聞こえますね。うん。やっぱこう拾いやすい音と拾いづらいやつがありそうですね。スピード。うまくない？めっちゃうまいやん。何なのこの2つの音の組み合わせ？何これ？うまさはないよ。うまさがあるのは春日正解って。おかしいね。え、これ？え、どうやってんすか、この音の違い。いや、でもね、思ったけど、本当に普通に2つとも食い方変えてないんですよ。だから、物性が出てる可能性があるんだけど。あ、なるほどね。じゃあ、グリーン豆と薄ピーは違うってこと、うん、あ、違うはず、違う、絶対違うはず。マジ？すげえ面白いじゃん、それ。あ、だって高いもんね、グリーン豆の方が明らかに。うん。薄ピー。コーティングが違うでしょ、そもそも。製法的には違いはあるんですか？製法的にはほぼ同じですね。けど、真ん中が違う。豆が違う。豆が。わあ。うん。
これじゃあ豆の音の違いでやっぱちょっと音が違ってきてるんですね。大きいかもしれないですね。わあ、それ面白いね。うん。あ、いいね、これ。これはいいですよ。またこの、ちゃんと同じ感じで食ってくれてるっていうのは非常にいいですね。すが。だだね。ベビースターもやっぱいいね。ベビースターはまあなんかもしゃもしゃか。お茶ね。なんかみちみち言ってるんやけど、もう一回聞こう。あれ？これなんか最後に入れたい。なんか。最後全部止まって、うん、これのリバーブで飲み下したい。はい、コンコン。いいんじゃないの？これめっちゃいいじゃないですか。グリーン豆聞いたでしょ？グリーン豆早髪ね。うん、これ BPM キープするのちょうど難しいですね、この早髪はやっぱり。これは、顎マジで疲れるから、なんかマジでツーバスのイメージある。なんか訓練によって、なんかこの BPM 上げるしかない。訓練が。ツーバス髪とかはもうだって、口内を傷つけそうだからね。早髪やばいでしょ、だって。で、次は？これ早髪にしたか。これか。あ、これね。ああ、これ、チャイナマーブルの最後ですよ、これ。これ、なんかやっぱこう、重いね、一発一発が。イカピーナさん作る。なんか、音大きくなるかなって思ったけど、意外なんやね。なんか、多くすればするほど音がなんか、なんやろ。うん、なんか混ざるっていうか、なんかもちゃもちゃになっちゃうんだよ、うん、これジェリービーンですね。ジェリービーンズ難しいよね。ジェリービーンズならない、うん、やっぱこう響かせないといけないっていうのが、やっぱこうネチャネチャ音っていうのは、なんかこのマイクの振動音をその振動で取るっていう方法と合ってないんやろ、ジェリービーンズ。これはなんか、違うピックアップの方法を使わないと、ジェリービーンズはいけない。喉って書いてる。これは喉にマイク当てるってことですか？そうです、そうです。うん、なるほど。まあ、ここはやっぱあれですね、普通のマイクじゃ厳しそうです。うん、これはあれや、ベビーピーナね。あ、これ途中であのチャイナマーブルクラッシュ入ってますね、これ。あの2つのお菓子を混在させるやつができます。あ、今わかりました。あのカツンって言ったら、あれチャイナマーブルが、うん、あの一瞬歯に入ったんですけど逃げて、で、エビピーナー生きてる。そうか。じゃああれだね、飴を最初に口入れといてからなんか食うって、まあ、うん、よくやっちゃいけないやつかもしんないけど、やると音にこう、変化が出るという。うん、あ、出せる。チャンスオペレーション的な感じはあるね。あるあるある。まあ、エフェクター的な。エフェクターやね、アメ、うん、ちゃんはもはや、うん、これ音鳴ったジェリービーンズ。あー、これはね、そう、イントーマイク使ってるから若干ノイズが大きいけど、あー、でもまあノイズ消せばやっぱりもちゃもちゃ音取れます。うんうんうん、
いけるか。いや音いいっすね、やっぱりこれ。うん。多分、咽頭の方が、なんだろう、低音域は拾いやすいと思われます。うん、はいはいはい。なぜなら、ピックアップが、まあ、空気振動じゃなくて、こっちの皮膚振動とか、使ってるから。うんうん、確かに確かに。確かにそうっすよね。なんか、やっぱりこう、硬いものをカチカチって噛んで、やっぱ食うのはね、うん、普通のマイクの方がいいけど、うん、やっぱりそういうごく低音域のやつのもちゃもちゃ系はやっぱり、ね、うん、ゼリービーンズもそうだし、あと、なんやろね、あの、都昆布とかね、ああいうの多分こっちじゃ取れない気がする。うん。柔らかい系は多分そっち系なんだ、ね、うん、そうだね。硬い柔らかいで、あの、取るマイク変えるっていうのはありですね。うん、確かに確かに。うん、いい。なるほどね。で、これイカピーな初期段階でしょ、初期イカピー。あ、いいですね。探ってる感じしますね。うん。で、まあ、ペナマークね。チャイナマークでいい音取れるんだよな。これいいな。これいい音だな。風流ですね。風流ですね。うん、チャイナマーブルこそね、いっぱい口に入れやす、なんかいっぱいいい音になりそうやけどね。うん。なんか、ただコントロールがめっちゃ難しい。だって、まあ、で、揃ったところで、まあ、なんか、全部オンにしてみようかな。大合奏。大合奏したらどうなるんでしょうね。行ってみましょう。何か我々発見することができるのか。ヘッドホンの音量上げてみよう。では行きます。スタート。なんか。結構いいなって思っちゃったけど、あの前半戦普通にありだね、なんか意外と、うん、ここまでとりあえず全部の音入ってるんですよ、うん、なんかでもなんかこう全部なんか一個一個特徴的やから意外と聞き取れるんだなっていうのが意外と発見、これなんかリズムとか関係あんのかなって思ったけど、実はいらないかもね。あー、ちょっと一旦だから、うん、ベースのリズム切ってみる。これリズムのトラップを消せばいいのかな、トラップ消して、ちょっと多いも消して、うん、あー、その音、うんうん、これだけね。もう一回。おう。うわ。おう。お、なんかできてる。うん。ちょ、ジェリービーンズ金箱、ちょっと一回ミュートでいいですか。はいはいはい。はい、ジェリービーンズ金箱、やばいや。UV タイムの名前。ああ。聞けるわ、聞けるわ。うん、あ、これすごいな、普通にリズムになってるわ、これ聞けるわ、なにこれ、これなんかシンクロしてないですか、なんか途中どっかでなんか、あ、なんかそのリズムのだから音が合うタイミングがあるってことでしょ、うん、そう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 、なんか歯がこうガシャガシャって言っても全然バラバラやけど、なんか、うんうん、どっかのタイミングで一緒にカチャってなる瞬間、それめっちゃ気持ちいい、それどのあたりに来てるの、ちょっともう一回、何やろ、なんかこう、なんかでもこう何やろね、普通になんかこう噛んでる音の上になんかこういろいろなやつがあってくるんやけど、うん、なんかそれがなんか鬱陶しくないっていうか、うん、あ、これも来るしあれも来るし、なんか楽しいって感じがする、うん、楽しいって感じがするね、まさに求めている
体験です。そうそう、なんか、ゴクっていう音もさ、なんかうん、いいアクセントですさ、なんか、なんやろ、なんかもっとごちゃごちゃしてて何もわからなくて、なんだこれって思うか、うん、思うかなと思ったけど、いけるね、これ。思ったよりカオスではないよね。で、なんか、人間の咀嚼ってやっぱある程度のなんか、BPM があったりするんかもしれない、ね。うん、これ。そう。だから、これ結構普通にいろんな人適当に集めて食わして中にこう入れても成立するってことですね、うん、多分、うん、これ咀嚼自体をなんかの BPM 取るってあんまやってないかもだけど、うん、結構なんかある値に禁じそうな感じはあるね、うん、そうっすね。タン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 、これぐらいの BPA。 これってメトロノーム出せんのかな。クリックなんかありそうな気がするけどね。テンポ BPA、 これでも120ってのは関係ない。これかな。あったあった、メトロノームあった。これだ、これの、これのメトロノーム出てない。あれ？メトロノームの音がちっちゃい。もっと大きくする。あ、来た来た。はいはいはい。うん。ブツブツって聞こえてるのがメトロノームですね。そうそうそう。120。でも結構普通にありそう。あ、なんかアジャストしちゃった。ああ、やめてこれ何？あ、これ何？変えたら勝手に全部変わるってこと？あ、そう、音源のスピードがそれに合わせて変わる。うん、あ、そういうことか。だからか。なるほど。じゃあ、アジャストしてみますよ。100で、うん。あ、だからか。だからあんな気持ちよく決まるわけね。あ、なんかさっきの自分が勝手にやったリズム意外と間違ってない。120ぐらい。うん、でも音源自体あんま変わんないはずですよね。あ、まあ速度はあるかもしれないけど。あのリズムとかは全然バラバラやから、あんまり変わりはないはず。なんかすげえ頑張ってるんですけど、この人。ね、なんか 90% から一向に進まないんですこれ難しいんかな全部のトラックに適用してるじゃない。ああ、そういうこと。ああ、なるほど。で、それで再生速度変えてんのか。終わんないな、これ。見守る会になってしまう。見守る会になってしまうな、これ。言って、もうあれやからね、55分やから、ちょっとあれやね。あの次のことを考えないといけないから、ちょっとじゃあ、まあ、まあ、見守りつつ、あれです、うん、そう、こっちに戻りますか。よいしょ。はい。なんか、まあ、今日、なんかやって分かったのは、なんか、あんまりルールいらないんじゃないのか。咀嚼ルールが、うん、ルールというか、なんですか、テンポとか、言っていてなくても、成立する。かっこ音楽として。うん、結構これはなんかやってみて一番でかい気づきだなっていう。いや、なんか
個人的になんかこう、こうやった中で、なんかこう、結構カチッと決めることがあるのかなって思ったんですよね。その、あなたはこれぐらいのテンポでやって、で、あなたはなんかこれぐらいのテンションで噛んでくださいみたいな感じのやつを一個一個決めるっていうことが職譜だったのかなっていうふうに一番初め考えてたんですけど、うん、なんか、むしろない方が、なんかあの、噛み合うかもしれないっていうワクワク感があっていいなっていう。うん、なんかあの、やってるときはめちゃくちゃ不安なんですけど、マジでこれ大丈夫なのかっていうあれがあって、単音的にはなんかマジで不安なんやけど、なんか合わせてみたら意外と賑やかで楽しいっていう感じですね。やっぱメロディーは、あ、楽になった。そうなんだ。あ、確かに遅くなってる。うん、うん。全体も多分、各音声遅くなってる。うん、うん。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 なるほど。ただまあ、あれっすね、この、なんやろ、ちょっとこういうメロディー的な要素みたいなやつはやっぱりちょっと入れてあげた方がなんかよりいい感じはするっすね、うん、ベースは何かあった方が、うん、なるほどね。なんかスナック菓子を食べる時の咀嚼テンポっていうのがかなりなんかみんな似通ってんじゃないかなっていう気が少ししましたね。確かにね、食べるものによってそれが変わる可能性はあるかなっていう。今回多分こう入れてもらってる軽いスナック菓子的なものに関してはなんか、どっかの値にこう禁じできそうな感じが、万人じゃないかもしれないけど。いやでも確かになんかこの店舗って確かに変わんない気がするな、あんまりな。どうすか、無意識に食った場合ってなんか似てないかなって思ってる。確かにそうですね。なんか あえて早くしたら、早髪とかはしたけど、うん、意識しなかったらなんか、多分同じ感じですよね。うん、で逆に言うと、うん、そのなんか食ってる時に同じリズムになっちゃうなら、同じその音楽を聴きながら食うっていう体験自体は、結構なんかシンクロを見そうな気が。確かにね。あの、メトロノーム鳴らしながら食ったらそれに合わせられるんじゃないかって。ほうほうほう。なんかベースの、ね、なるほどなるほど、テンポが決まってんなら。うんうんうん、ああ。咀嚼を喚起するような音楽というか。うん。なんか、それだったらやっぱあの、トラップみたいなやつとかってやっぱすごいいいんじゃないのとか思っちゃいましたけどね。うん、なんか。これで全部切るのか、切れてんのか、これ全部切るのってできない、ミートフォール、ああそういうことか、これ一人しかできないってことね。なんかこのトラップの音とかいいんじゃない、うん、なんかドラムのベースとかもそうだし、でも本当メトロノーム単体でもいい気がするな、普通にこれのこれオンにして、あ、なんか合わせたくなりますね、普通になんかメトロノームに合わせていったらなんか、やっぱリズムってことなんですね、なんか最終的には、全体的に、うん。でもなんかあの、手拍子しながら食べるみたいなとか、そうそうシンクロしそうだなって思う。でもさ、なんかあの、個人的に思ったのは、なんかシンクロしてないがゆえに、揺らぎがあっていいんじゃないのかなってすごい思ったよ。うんうんうん、あの、なんか、みんながみんななんかこう、
はい、揃ってみたいな感じっていうよりかは、なんか結構おのおの、なんかこう、むしゃむしゃしてて、でもなんかそれが意外と、なんか、確かに飯食ってる時とかも別になんかこう、他の人の咀嚼も結構聞くわけじゃないですか。うん、うん。なんか別にそれがなんか不快っていうわけでもなくし、なんかむしろなんか楽しい雰囲気を想起させることがあるって考えた時に、なんか、ここはなんか揺らぎとして、置いといてもいい領域なのかもしれないと思いました、ね。うん、なんかテンポ一定にするっていうよりかは、その個人のリズムっていうものが、まあ言ったら咀嚼によってこう表現されて、でそれがこうみんなこう集まることによって、最終的にこう一つの集合的な、なんていうんですかね、その場の雰囲気を作るみたいな、そういうことができるかもしれないです。うん、会った瞬間がね、快感になるかもしれないし。うん、なんかこう、どういうルールで、なんかこう、まあルールっていうか、その、ここの、やっぱループ作ってあげた方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。いろんな人が、うん、どんどん足していけるみたいな感じで。うん、うん。だから、例えば、この、例えばこのイカピーナを普通に食おうと思った時に多分、うん。10回ぐらい多分咀嚼するんですよ。うん、うん、うん。で、10回咀嚼するっていうところだけルールを決めて、で、収録して、で、それをループするみたいな。うん、うん。で、どん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 足していくみたいな。で、そういう、それすることによって、こう、絶妙な揺らぎと、うん、シンクロが出来上がって、なんかこう、一つの音楽、っていうのもそうだし、なんかそういうバーの形成とかにすごいできそうだな、うん、うん。っていうふうなことを思いましたというところで、どうでしょうね、次回は、じゃあ10回噛んでみますかみたいな感じでやってみます。なんかちょっとルール作りみたいなのやってみます。そうね、それぞれのテンポに差異があるかっていうのをちょっと見てみたいし。うん、うん、うん。そうですよね。なんで、ちょっとじゃあ次回は、10回咀嚼というか、なんだろうな。揺らぎのテンポを測るみたいな。なんかそんな感じのテンションで、実験してみましょうかね。うん、で、なんか、要は個人的な仮説としては、その、個人個人にはそれぞれの咀嚼のリズムが少しずつ違ったものとして存在していると。で、それは、なんかこう、意外とこう、同調しないがゆえに、こう、お互いのなんかこう、知るきっかけとか、そういうものを、なんかこう、微妙に感じ合ってるんじゃないのかっていうのがあって、うん、あ、この人結構、実は食うのゆっくりなんだな、みたいな感じです。微妙にこう、性格が分かって、感じの、押し量れるみたいなやつとかで、なんか最終的にはこう、重ね合わせていくことで、この場にいる人の雰囲気たちが、どういうものですかっていうのが表現できるかもね、あるかもしれない。なんかセッションしていった際のそれぞれのテンポの際みたいなのが出てくる方が面白いね。そんな感じ。そう、うん、なんか出してもらいたいんですよね。なんかあなたらしく10回噛んでくださいみたいな、そういう匂いあなたらしく10回噛んでくださいってやばいっすよ。この10回の咀嚼であなたらしさを表現しなさいっていう試験ですやばいですね。非常に難解なお題が出される。いやでもね、お菓子食うだけやからね、10回噛むだけやから。うん。次回は、あれですかね。まあ、グリーン豆か。グリーン豆でいきますか、次回は。グリーン豆で。やりましょう。グリーン豆、はい。次回、グリーン豆で、咀嚼をすると。じゃあ、ちょっと日程決め、日程前、後で。とりあえず一旦閉めますか。はい、オープンあるやつ。じゃあ、ケンちゃん、じゃあ、締めてもらっていいですか？なんか、すごい締めづらいな、これ。はい、という、咀嚼配信をしてましたけど、この、なんか、我々は咀嚼しながらどこへ向かうのかって思いながら聞いてたりはしましたけどね。また、次回、1ヶ月後ぐらいにやるのか、まあ、もうちょっと早いのかぐらいなんですけど。また次回も咀嚼を聞いてくれよなって思い出たんですかね。はい。
それなんか続けていくとなんかノウハウがたまりそうで面白いね。ねえ、なんか無駄なノウハウがどんどんたまっていく。無駄なノウハウが作品を作りますからね。うん、大事大事。今僕らだけですよ、こんな真剣にその日考えてる人たち。うん、今多分世界中でこの5人だけがもう咀嚼を真面目に考えてる。うん、お菓子を食ってアンサンブルするっていう。頑張っていきましょうなのかなんか分かんないですけど、次回も楽しくやれればなと思いますということで、YouTube の皆さんはこの辺でお別れでございます。ありがとうございました。またね。いやー、すげえコンテンツやったなこれ。はい、YouTube は終了。